質問はですね、因果の道理をどのように実践していったらいいでしょうかと。因果の道理というのは、善因善果悪因悪果人因自果ですよね。いいですかね。善因善果っていうのは大根の植物の種で言うならばですよ、大根の種をまけば大根が出てくるということです、ね、大根の種をまけば大根が出てくると、ね、きゅうりの種をまけばきゅうりの芽が出てくると、これが因果の道理ですよね。因果の道理、大根の種を大根の種をまけば大根が出てくる、ね、きゅうりの種をまけばきゅうりの、ね、きゅうりが出てくる。わかりますかね。このことをですね、教養新書行間ではですよ、283ページ左から2行目、真実功徳相とは2種の功徳あり、ね、2種の功徳というのは2種の善があると、ね、2種類の善があると、ね、1つには愚心より生じて法性に準ぜず、いわゆる凡夫任天の所善、任天の家法、もしは因、もしは果、皆これ天道すってこう書いてあるんですね。これはどういうことかっていうと、ね、愚心より起きてっていうのは、例えば認めてほしいから人のために善をするってことです。わかりやすく言えば愚心より生じてっていうのは認めてほしいから、私が認めてほしいから、ね、善にはね2種類あると、仏教でいう善には2種類あると、その中の一つは愚心より生じて、ね、愚心より生じて、愚心っていうのは私が認めてほしいっていう気持ちでやる善ってことです。法性に準ぜずっていうのはいわゆる真理に従ってやってるわけじゃないと。そういう人はね、これがいわゆる任天、人間がやる善なんだ。人間がやる善っていうのは必ず愚心があるってことです。ね、もしは因、もしは果、みなこれ天道す、ね、天道っていうのは分かりやすく言えば不純な心で善をし、そして求めてる結果も不純な結果しか来ないってことです。不純な結果っていうのは、なんていうんですかね、その騙してでも認めてもらえばいいっていう結果が欲しいってことです。そうじゃなかったらいいってことですね。はい、そうじゃなかった。そうじゃなかったってのは、騙してでもっていうことじゃなかったら、騙してでなかったらっていうことは、そもそも相手のためにやるっていうのは、ね、いや、相手のために認めてほしいっていう、あ、認めてほしいっていう気持ちでやってる場合は、それはね、保証に準じてるから、うん、いいわけです。その保証に準ぜずっていうの、保証に準ぜずっていうのは、例えば一生懸命頑張ってるからこれぐらい認めてくれてもいいよねとか。ね、全然こう関係なくてね、こうなんか掃除をこう一生懸命してね、私はこんなに家族のためにやってるのにとかっていうふうにやるのは、それは保証に準じてないってことです。愚心があっても、その保証に準じることもあるってことです。
不老心であっても保証に準じるっていうことは功徳ではないってことです。今二種の功徳ありっていうふうに書いてあるね。二種類の功徳があると、ね、一つはいわゆる不実の功徳。不実の功徳っていうのはいわゆる人のためにやる善、ね、善の話をしてるわけね。善、善、功徳っていうのは善のこと。仏教には二種類の善がある。一つは凡夫認定の善。凡夫認定の善っていうのは天道している。だから天道の結果しか来ない。功徳にならないですよね。そうだって全然認めてもらえないじゃないですか、うん、そうだから天道の結果しか来ない。つまり認めてほしいと思って頑張れば頑張るほどね、ウロシンより起きた善は認めてもらえないという結果を受けるって意味なんです。もしはいいもんね、心が不純だから結果も不純な結果しか起きないってことです。ここでは善の話をしてるから、善っていうのは相手のために何かをすることを善っていうふうに言うわけ、ね、その善っていうのは例えばあなたのために、 A さんのために私は一生懸命頑張ってますよとか、 B さんのために一生懸命やってるっていう、これを善っていうふうに言うわけね。でもそれはウロシンより起きてるから、本当は A さんのためにやってるんじゃなくて、ね、認めてもらいたいからやってるだけなんだ。そういう善は、もしはいい、もしは結果ね、その心も不純な心だから、A さんが幸せになることもないし、私が認めてもらうということもないということです、ね。こういうことです。A さんが幸せになることもない。だからたとえ一生懸命あなたのためにやってるんだと、こうね、お母さんやお父さんが不純な心でね、あなたのためにこういうことをやってるんだよっていうふうに言ったとしてもね、それはその相手が幸せになることもないね。だってもしは因、もしは果、みなこれ天道すとね、みなこれ故義なり。そうそれは善じゃないわけ。次にそれは善じゃない。善をくださいってことなんです。善っていうのは相手のためにやることを善っていうふうに言うから、だから善じゃないわけ。善をくださいってことです。私に善を与えてください、つまり認めてくださいっていうことです。だからやってることは善だと思ってやっちゃうけど、悪でもないけど善でもないわけ。そう、善をくださいということです。これはいいですよ。これは例えば私はあなたから認めてもらいたいから一生懸命頑張るね。だからこれは善じゃないっていうふうに言うわけ。善じゃない。善だと思ってたらまずいわけです。そうここは善だと思って、はい、私が善をやってるって思いたいわけです、ね、うん、そう善をもらうなんてとんでもないっていう。そう自覚しようとして見返りを求める心はしてた方がいいんですか。はい、いいこと したら、いや書いてあるじゃないですか、はい、もしは因、もしは果、みなこれ天道すっていうことで、認めてもらいたいという気持ちを隠してあなたのためにってやると、相手も天道だからね、やればやるほど逆の結果を受けるって意味なんです。どっちもってのは余計まずいですよね、うん、相手も幸せにならないし私も認めてもらえないしってことです。残念です、はい、だからそれは善じゃないっていう気持ちに立ってね、あなたのためにやってるんじゃなく私が認めてもらいたいからやってるんだよっていうのは OK ですよ。そうすると相手には拒否権ができるわけ。別に そんなことやっても認めてあげたいと思わないしってなるから。もうちょっと考えないといけないですよね。はい。でもやっぱり何としても認めてほしいから相手に拒否権を与えないわけです。
そう、何としても認めてほしいから相手に拒否権を与えないっていうのが不実の功徳と言われるもので、抗議だと、ね、抗議だと。何としても認めてほしいからどうしたらいいんですかって話。その人相手には無理だってことですか。そこはもう正直な気持ちになるしかない。どうしても認めてほしい場合ですね、そのなんていうんですかね、私のことを認めてくれる人に施しをしないといけないわけ。ね。だから誰でも彼でも相手に施しをしたら返ってくるわけじゃないわけ。ね。返ってくるわけじゃない。こう私が相手のためにね、こう、ね、まあ、今までこうある団体の教えを聞いてきた人たちはですよ、誰でもいいから相手に施しをしたら、極楽の食事みたいにね、あーんっていうふうにね、入れてあげれば、相手も、あら、上田さんにいただいたから、あーんって返さないとっていうふうに思ってくれるというふうに思ってるわけ。ね。でも実際はどうかって言ったらね、地獄の人たちに対してね、あーんって言ったらね、そんな恵まないでくださいか、あーあーね、ひたすら口に入れてくれるの待ってるのか、あーピピピピピピあーで入れてあげると、はい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 、入れてあげたから、はい口ね、押す、あはい、いい顔して、いい顔して。だから実際は人のために施しをしたからといって相手から施しをしてもらえるわけじゃないんです、ね、だから仏教ではですよ、仏教ではその認めてくれる人に対して施しをしないといけない。それを三年っていうふうに教えられるんですね。ね、仏教では施す相手が大事だ。こういうふうに教えられると、ね、いわゆる放蕩息子にですね、何かを施すと、お金を施すと、その施した分だけ無駄遣いをすると、ね、嘘ばかりついて自分の欲ばかり流れている人にお金を渡すと、ね、お酒ばっか飲んでしまうとか。だから、いろんなね、施しをするときには相手が大事だと仏教では教えられる。ね、相手が大事だと、相手を選んで施しをすると私は幸せになる。これが仏教という教えなんです。だから誰でも彼でも施しをしたらいいっていうわけじゃないよってことです、ね、誰でも彼でも施しをしたら私に返ってくる、幸せが返ってくるっていうわけじゃないですよと。良い種をまいたら良い結果がやってくるのはね、その相手を選んでやった時のみなんです。その相手っていうのがこの3つなんだってことです。で、1番2番3番なんです。まず1番の恩伝っていうのはですよ、恩のある人です。恩のある人っていうのはどんなことがあっても私を見捨てなかった人なんです。私の幸せを念じて私のために苦労は惜しまずにやってくれた人、ね、いわゆる人間っていうのはですね、人のために苦労すれば苦労するほど相手に我がつくんです。一生懸命頑張れば頑張るほど頑張った相手が大事になるんですね。それが問題児であればあるほど、大変であればあるほど苦労が苦労すると、苦労すれば苦労するほどその人に我がついてね、その人が幸せでなければ自分は苦しくなってくるんです。
こういう人が恩のある人なんです。恩のある人に施しをしたらね、恩のある人はそれだけで幸せを感じます。恩のある人にね、恩のある人を大事にしたらそれだけで恩のある人は生きててよかったって思うんです。だから恩のある人に施しをしたら絶対に幸せになります。ね、言葉をかけてもいい、お金を施してもいい、ね、そしたらその分だけ幸せは何倍にもなって返ってきます。それはあの大根理論でってことですか。そう、大根理論で、はいはい、私が幸せになりたいという気持ちで恩のある人に施しをすれば、それがもうどんなに増毒であったとしても恩のある人はもうそれで嬉しいわけ。ね。だから、もうそれだけで何倍も返してくれるという。全員善果です。だから私が幸せになりたいという気持ちで、ね。別に相手のことを思うわけではなく、ね、こういう人に施しをしたらってことです。善、まあ、別に善っていうわけじゃないですけどね、施しをするっていう意味ですよ。その施しっていうのが、私たちはうろしんでやったとしてもってことですか。うろしんで、つまり自分が認めてもらいたいっていう気持ちでやったとしても、恩伝教伝秘伝では、秘伝に対しては幸せが返ってきますよってことです、ね、一番目の恩伝っていうのはやっぱりご恩のある人、親であっても恩がない場合がありますからね。最後まで私のことを見捨てずに私の幸せのことを考えてくれた人、それが恩のある人、なかなかいません。その人はすでに私のことを認めてくれてる人です。その人に施しをすれば、ね、幸せは何倍にもなって返ってきますよと。次に教伝、教伝っていうのは徳のある人っていうことです。徳っていうのは仏教でいう徳を身につけた人ってことです。仏教の教えに従って徳を身につけたような人は敬うべき対象だから、そういう人に施しをしたら必ず認めてくれますってことです、ね、で最後の秘伝っていうのはですね、私は苦しいんです、辛いんです、何か恵んでください、助けてくださいと心からお願いしている人です。客観的に見てこの人かわいそうな人だな、施しをしようじゃないんですよ。その人がどうかどうかお願いします、助けてくださいって頭を下げてきてる、これを秘伝っていうふうに言います。もらって当然だよねって人はダメ。ねえねえ、こうコンビニでこれ買ってくれるよね。秘伝ではありません。なんで買ってくれないんですか。なんで買ってくれないんですかっていう人は秘伝じゃないんです。どんなに客観的に見て憐れむべき人であったとしても、秘伝っていうのは本当に助けてくださいってね、助けを心から求めた人に。生きていく上で必要なものだけを施すことです。最低限の衣食住、タバコが吸いたいからタバコを恵んでくださいって、これ秘伝ではありません。そう、最低限の衣食住です。3食のご飯、寝るところ、水、それだけです。だからその最低限以上のものを施したらいいというのが教伝、恩伝、秘伝だけは最低限です。だからその人が死なないように
必要なものを施す。寝るところがないっていうなら寝るところを与えてあげる、ね、生活費がないっていうなら、ね、食事を恵んであげる。これが秘伝です。その人がどんなにお金を稼いでいなかったとしても、心からお願いしますって言ってるならば施しをしてあげる。その時に恵んでいただいたものを、その本当の秘伝は忘れないからです。で、豊かになったならばその恩に応えようとするから。つまり秘伝の時に恵んでくれた人はその人にとって恩典になるわけ。だからこの話では恩典に施しなさいって教えだから、秘伝の時に苦しい時にね、本当に苦しい時に助けてくれた人はそれは命の恩人だから、恩典に施しなさいっていう三伝の教えがあるからね。だからその人は仏教を信じているならば必ず見返りがあります。今言ってるのは見返りを期待してやっていいですよって話ですから ね。私たちはどうしても愚心でしか善ができない、ね、だから私たちがやる善っていうのは、もしはいい、もしはか、みなこれ転倒す、つまり逆の結果になる。だから仏教ではそんな愚心でしか善のできない人に対してね、人に対してそんな人であっても幸せになれる道を教えてくれた。それが三伝という教えです。ね、あなたが幸せになりたいと思うなら、この三つの人に施しをしなさいと。なんといっても一番は恩伝です。私のことを決して見捨てない人に施しをしなさいと、ね、そうすれば私のことを見捨てない人が自分にとって大事な人になるから。恩典っていうのはもうすでにね、あなたのために施しをしてる人なんです、ね、だからすでに恩典っていうのはあなたのことを認めてる人なんです。でもあなたは怨念に施さないからね、だから怨念の価値が低いんですよ、あなたにとって。ね、虫けらから認めてもらっても存在価値は上がらない。自分から見てバカにしてる人から認めてもらっても価値が上がらない。だけど怨念に施したらあなたにとって恩典は大事な人になるんです。大事な人から認めてもらったならばぐっと存在価値が上がる、幸せになれると。こういう理論ってことですよ、ね、徳のある人に施しをすれば自分の醜い悪が見える、ね、こんなところができてないな、こんなところができてないなっていうことが知らされて、そしてその人のできているところが自然と敬うところに変わるわけです。あ、こういうところを身につけていきたいなっていう気持ちになって徳が身につく。だから恩伝教伝っていうのは非常に、ね、徳が、いわゆる功徳があるんですよ。私たちは認めてもらいたいと思ってる、ね、人から。でも認めてもらいたいと思ってるけどね、その認めてもらいたいと思ってる対象を認めない限りね、どんなに認めてもらっても幸せにはなれないんですよ。喜びは感じないんです。だから怨念に施しなさいと。あなたは愚心でやってんでしょ。認めてもらいたいっていう気持ちでやってんでしょうね。認めてもらいたいという気持ちでやってるならすでに認めてくれる人に施しなさいと。
すでに認めてくれる人に施してね、施しをしてあげればね、自分も喜びがね、人からこうその人から認めてもらった時に満足できるんです。ね、つまり私たちは認めてくれる人ほど軽く扱うんです。迷ってるから。見捨てられるような人ほど大事にするんです。もう私を見捨てないっていう人を粗末に扱うんです。だからどんなに認めてもらってもね、喜べないんです。価値がないと思っちゃうんです。でも自分のことを認めてくれる人に対してね、施しをしたらその人が自分にとって大事な人に変わるから、認めてもらってもね、その恩典から認めてもらった時にすごく存在価値が上がって、存在価値の高い振る舞いをするから幸せになるんです。だから恩典に施したら存在価値が上がる、存在価値が上がったら存在価値の高い振る舞いをするから幸せになれる。だから恩典に施すことは大変苦毒がある、こういうことですね。分かっていただけたでしょうか。じゃあ午前中は以上です。